はい、こちら吉松です。ということで、今日はですね、早速ですけど本題に入ります。今日ご紹介する本はですね、この本ですね、売れる作家の全技術、デビューだけで満足してはいけないというね、大沢有正さんというね、はい、いう方で有名な方なんですけど、この本はね、大変良心的な本なんですよ。なんでかというと、これは角川から出てるんです。角川書店の方からね、角川春樹事務所じゃなくて角川書店弟さんの方から出てるんですけど、これ安いんですよね。1500円ということで結構分厚い本なんですけど、1500円。しかも素晴らしいことに、このようにですね、私が防水引っ張りたいと思ったところにすでにもう赤くね、こう二色刷りになってるんですよ。これは大変に良心的な価格で、この厚さで、その価格、しかも赤線が大抵私が引きたいと思っているところに引いてあるという素晴らしいもんです。さすがは角川書店。はい、でこれはなぜがいいかと言いますとね、これちょっと序文をちょっと読んでみると一番話が早くわかるんですけど、ちょっと今がね、読んでみますわね。はい、作家はいいよねとね、元手なしで始められる上、一発ベストセラーができれば一生左打ちなのだろうと、本をあまり読まない人によく言われる言葉だ。一方、本を好きで作家に憧れている人は、ベストセラーは簡単ではないと知りつつも、作家になればなんとなく食えるものだと思っていると。私自身、つまり大沢先生ね、自身がそうだった。本屋に著作が並んでいるプロの作家は皆そこそこの稼ぎがあるに違いないとデビュー前は信じていたと。だが考えてみればわかることだ。歌手、俳優、漫画家、表現で食おうとしている人たちの世界には厳然としたヒエラルキー、つまりピラミッド形式、ピラミッド形式のですね、こう世界があるということですよ。だからどんな世界にも、まあ、ちょっ と, と注訳します。どんな世界にも食えない人、食うのがやっとの人、稼げる人がいる。で、稼げる人ってのはこのこういうピラミッドの一番ごく一部の方だけ。まあ私が小説教室で聞いた話は、まあ、200人日本全国で本当にプロで作家だけでやってる人、作家だけでご飯食べて家も作ってローンも払ってやってる人、誰が見ても作家、この名前は誰でも知ってる。例えば宮部みゆき先生とか東野圭子先生とかね、それから浅田次郎先生とか、200人だけ。あとの人は 99% の人間は兼業作家です。他の仕事を持ちながらやっている人がほとんどで、皆さんその本業の合間を縫ってやってます。から私が通ってる中日文化センター岐阜教室のですね、鈴木喜一郎先生もですね、先生をやりながら小説講座の出筆もしてみますということで、鈴木先生曰くほぼほぼいないと、専業でやってる人は。そういうことなんです。そういう世界なんですよ。でそのことがですね、まあこれまあ大沢先生のですね、この小説のこの知識をですね、小説野生時代という本があった、そこで市場で披露してもらえないかということを編集者が先生に言ったら、じゃあちょっと生徒集めてほしいと、その代わりプロになりたい人に限ると、それから課題ができなかったらもうそこで終わりと。で65人集まって、最終的に編集部と相談して12人に絞って、その12人のとの大沢先生とのね、こうやり取りが書いてあります。作品も載ってます、その生徒の、でその前にですね、大沢先生が書いた、大変こうここに書いてみるんですけど、作家のですね、財政事情というところが面白いので、今ちょっとここで読んでみますね。今日本に小説家何人ぐらいいるのかということで、中にはですね200人以下の人もいますと、ね、
うん、100万円以下年収がね、まあ、だから食っていけない人ですよ。あるいは消えていく作家ってね、毎年すごく多いらしいです。あの人どうしたんだっけと、あいつどうしたんだっけとね、しょっちゅうらしいですよ。デビューする人も多いけど消えていく人も結構多いという世界らしいです。食べれなくて消えていくことがほとんどだそうです。うん、ね、例えば皆さんが今片側書店から46番はこの2冊よのハードカバーの長編小説を書き下ろしで出すとします。新人ですから出筆には半年、まあ、半年でできるかどうか分かんないですよね。直し直しがあるから、編集者に出してからね、うん、3ヶ月で作って、あとは直し直しで3ヶ月くらいかかる。なんかもっと変わるらしいですよね、うん、十何回直しなんていうのがあって、よく考えたら初めの原稿よりも多かったって、その直しで直しでね入れ替えた原稿の方がっていう話もあります。はい、聞いたことあります。初版は4000部すりますかね。純文学の場合は1200とかね、それくらいでしか吸ってくれないんですけど、4000部も吸ってくれたら同じですよね。やっぱりエンタメの方はあの財政事情いいですよね。定価が1700円、印税は 10% として皆さんの収入は68万円。こっからですね、税金取られるんですよこれは、うん、だから1割ぐらいは税金取られるかな、1割2割は税金取られるかな。まあその税金の額に関してはですね、必要経費っていうのがあるもんで、どんだけ認めてもらえるかによってだいぶ違いますけど、その辺はね。はい、というわけで半年かけて68万マイナス税金、コンビニのアルバイトよりも低い金額であると。それは自分がね、なんていうのかな、そこに投入した金額よりまあ以下のこともあるしね、資料買っちゃって何万円も資料買っちゃったりとか、手間暇かけた自分の時間って時間給にしたらバカにならんですからね。私の場合は働いてる時は時間給はいくらだったかな、ざっと計算して1800円ぐらい時間給がありましたんで、うん、それを残業したらね、120% つくので、 150% かな、120つくので、だからそれが結構値段になりましたよ。残業したら2500円ぐらいかな、なんか結構いい金額もらってました私の場合は、うん、それに比べたらコンビニ、まあ、800何十円900円ぐらいですか、今首都圏だと1000円ぐらいですかね、うん、だからそういうこと考えるとやっぱり働いてる方がねお金になるんですよ。作家で頭になって本当に皆さんにね呼んでいただいてもね、あこれは面白かったと、月のこのもう本屋行ったらこの人も出たらすぐ買おうって言って、そんな人はねよっぽど今の200人プラスアルファでしかいないので全国でも、うん、で初版で終わってしまうと小説教室の鈴木先生曰くもう次ないそうです。デビューした、まあ、ちっちゃい賞を取ったね、なんとか賞を取ったと、小説の雑誌とかネットの文学の方でね、で次、まあ、出してやろうということで出すんですよね、うん、出して一冊だけ出してそれがですね数字取れなかったらもう終わりだそうです。次なし、声かからないそうです。まああと自由にしていてみたいな感じで、まあそこでね自分なりに努力していろんな出版社当たったりとか、企画を自分でね企画書を作って持ち込んで本にするっていう営業能力のある方も見えるけど、もともと作家になる人間ってね、小説家になる人間って営業能力ないし対人的に弱い人が多いんですよ。うん、ちょっとね私自身もそうなんですけど、多少メンヘラが入ってる人、うん、鈴木先生も言ってましたよ、僕もねほとんどメンタルヘルスっていうか、なんかこうそれっぽいっていうこと、鈴木先生本人も言ってましたから、やっぱりそういう作家の集まりとか会合とか、あと飲み会、銀座の分断場みたいなとこ行くと、ほぼほぼそういう人みたいな、自分の仲間みたいな、お仲間みたいな人が多いって言ってましたよ。うん、
ちょっとね、やっぱ普通の団体生活できないんですよ。私も団体生活やるってことで本当苦しかったことが結構あるので、あれ、なんといっても幼稚園の頃から脱走しちゃった人間ですからね、何回も何回も。とにかく座ってろってあんまりできなかったですよ、私は本当に。だから私もどっかやっぱおかしいと思いますけど、まあでもまあそういうおかしい人間の救い場所っていうのが小説っていうのがあるんですよ。こうね、なかなか人に喋っとってもなかなか私自身ちょっと価値観が違う部分もあって、作家って独特な価値観を持ってる人が多いので、でやっぱり作家やってる人確かに、ね、付き合いたくないなと思ってたまに。ね、この人性格をちょっと付き合ったかなと思うような人も多分いるかもしれないけど、でも お仲間なんだよね、自分の、その生態的にね。だからそういう世界を私は求めてはいるんですけど、それとあと作家って人間関係やっと整理できるので、小説家っていうのは嫌な人と出会わなくてもいいですからね、自分さえその気になれば。まあ職場でなんていうのかな、こういつも嫌な上司だなと思ってもちょっとも移動しないし、まあ、それの言うことを、まあ、表面上こんなことして、まあ、あれも辛いですよね、本当に。私も辛かったですけど、現役時代はあれは辛いですよ。この尊敬してもいない人間の前でヘラヘラしてるってあんな辛いことないですよね。だそれが辛くない人も いるから世の中には。だから世の中不思議なんですけど、まあ、辛い人はやっぱり作家になるべきでしょう、小説家になるべきでしょう、あるいは芸術方面とか本人 の自営業でもいいです。素晴らしい人いっぱいいますから、自営業やってる人、スモールビジネスですごい人いっぱいいますから。今ちょっとコロナで今だいぶ大変ですけどね、それでね、作家っていうのはね、まあ選ばれた人間がなる仕事です、ある意味ね。そういう点で言うと、でここにも書いてあるようにですね、この方は素晴らしいのはですね、こういうこと書いてますよ。直木賞ぐらいでおだおだすんなと。やっぱ取った人が言うと違いますよね、やっぱり値打ちが。直木賞を取ったぐらいでおだおだすんなと、そんなのスタートラインだよということで、さすが大沢先生。はい、というかこの本は大沢先生がね、誠意を持って書いてみます。それから私が先日動画で上げました、推理作家協会がですね、出した本、ミステリーの書き方という、その本が出てるから俺はもういらんだろうということを先週部に一回言ったって書いてありますよ。でこの先生は非常にね、真面目な先生だと思います。こんな人はまあ本当少ないと思いますけど、真面目な方です。この人は下積みも十何年間長かったしね。はい、皆さんもね、小説家になってやろうと思う人、もしこの動画見てたらこれ買われるといいと思いますね。ミステリーの書き方という本とですね、先日私が動画で上げたこの売れる作家の全技術、これは惜しみもなく何の伏せることもなく全部書いてあります。これは珍しいです。小説家って普通自分のライバルができることはあんまり好きじゃないので、自分が食われちゃうかもしれないから普通全部の技術は教えないんですよ。まあ鈴木先生は全部教えてくれるけど、あとこの本ですよね。私がいくつか作家の本を読んでみました。でも中にはやっぱり本当の部分を隠してる人が多いです。やっぱり本当の肝の部分は伏せてあることが多いです。それは実際皆さん自分が小説書いてみると、ああこれ肝心なこと書いてないやっていうのが分かるんです。でこれにはこの赤線部分でやったように、この先生は惜しみなく書いてますから、買ってそうはないです。ただし分かる人と分からない人がいるので、実際に自分で小説書いてみた人、少なくとも 2,3 回は新人賞出した人が読んだ方がいいと思います。でないとこの1500円プラス税金を損します。はい、そんなこんなでまた皆さん次回またお会いしましょう。